みなさんこんにちは、とんちゃんです。今回はローカルショップというものが新しく発売されたので買っていきたいと思います。なんかショップ、ローカルショップみたいなんで、家具が140個で、壁紙が10個で、こんな感じです。はい、ということで早速買っていきたいと思います。プチ。はい、ということでホームデザイナーにありますと言われたので早速 OK。 はい、ということでこれをここにします。で、ここに立てていきたいと思います。じゃあここに立てましょう。あれ、ローカルショップ、アパレルショップじゃない、ローカル、ローカルショップじゃない、ここ、これ、立てる。おお、結構でかいね。おお、すごい、めっちゃ高い。はい、ということで立ったので早速入っていきます。じゃあ、はい、ということで今着いたんですけど、なんかここの画面から始まったんですけど、パーッと見こんな感じです。ちょっと早くて何も見えないけど、じゃあ端っこからまず窓があって、黒い壁紙と白いホワイト系で、こっちに行くとこれカフェかな、オープンって書いてる。次パソコン、これ売るやつね、バーコードとか、これはチラシだ、これチラシ買えれるやつじゃん。これと、ここはなんか入れられるとか、で終わり。はい、ということでとりあえず家具も見ていきましょう。こっちからじゃあポチッとな。あ、まあね、アパレルショップだから泊まる場所とかじゃない、あ、アパレルショップってずっと言ってました、ごめんなさい、ローカルショップです。だからショップ系の家具があると思うんですけど、だからベッドありませんね。お、これ棚はありますね、タンス、なんかちっちゃい。おー、壁紙じゃないね、この壁にかけるやつも結構ある。あ、かわいい、このクマちゃん。このカフェとお買い物があるね。計3つです、この旗は。はい、次、これはチラシとか挟むやつかな、多分。で、次これもチラシとか、さっきのやつだね、挟むやつで、これは壁にかけれる版のチラシ入れ、結構あるね、壁にかけるやつ。こんな紙とこんな紙だったり、あ、このチラシだね、全部ここにあるやつ。これは違う、あれ、これ食べ物あるじゃん。お、新しい食べ物が作れそうですね。全部一旦しまって、いっぱいね、あるね、あれは、チラシが。あ、このさっきのオープンね。はい、次、タンス。タンスね、棚かな。これまず、倒れたやつと、倒れないようにガラスで貼っている棚と、こんな感じ。それが大中小と分かれていますね。次はこれ、なんか服かな、服をかけるやつ。これも壁にかけれるやつですね。あれ、壁にかけれるやつじゃない、ほら、壁にかけれる、便利ですね。お、でっかいのも来てしまいました。でっかいのはここに置いとこう。お、いい感じ、こんな感じでショーも来た。こんな感じで、この色違いもありますね。ちょっと入りきらないのでバーっと見せます。はい、色違い。はい、次クローゼットとかは、オーマイガーシ、これはお店屋さんかな、お店屋さんはお店屋さんなんだけど、食べ物とか置けるお店屋さん。おしゃれだね、今回のパック。なんかで、これとかは、こことか。見て、驚きなことに、トンちゃん。トンちゃん、一番驚いてるかも、これ。バスがあるんですけど、何ですか、これ。バス。
なんかお店屋さんのバスあるじゃん、たまに。お、着替えるところもあるよこれ。ちょっと今回、ちょっと今回のさ、なんかやつ本気出しすぎ。お、これも着替える試着室ですね。あとこのガラスのやつと色違いがありますね。はい、次。床はこんな感じ。床じゃない、このカーペットだね。かわいいカーペットが3つありますね。じゃあ次、お風呂とかトイレもあるね。トイレ、これお店によくあるトイレと、洗面所のない、鏡もない、小物もない。ゴミ箱とか結構あるね。これゴミ箱が2個で、掃除機に掃除グッズまでありますね。アパレル、アパレルってずっと頭になんかある。ショップだからね、片付けもしないとダメだからね。こういう人いるよね、こんなの持って歩いて掃除してくれてる人。じゃあ次、冷蔵庫はありませんね。ちょっとこれちょっと捨てますね、いった。で、キッチン、あ、キッチンもある。おお、待って、電子レンジが来ましたよ。今回は黒の電子レンジが来たね。次、ちょっと待って、タイムのは見なことに買ったことにして、次カウンター。いつもね、トンちゃんがね、食べ物楽しみなんで追加されてるか。はい、カウンターはこんな感じで白、緑、黒がありますね。待って待って待って、カウンターも結構あるぞ。やばいやばいやばい、こんなもの、やばい、これ小物いっぱいになるんじゃない、こんないっぱいあったら。お、これあの荷物さ、小物をさ、あれじゃない、できるやつじゃない。例えばこの泡をここにこうやって置いたら、ほらプレゼント。え、あ、これあれじゃ、宅配のやつじゃない、だから食べ物入れないとダメじゃん。よし、次、これもなんかラップする、ラップじゃない、プレゼントのやつやるときのやつですね。これ、これは開くのかな？開きません、これ。はい、次。次はこれ。椅子とかも結構あるんですね。こんな感じ。この3つかな？白と黒と緑ですね。次これ。おー、すごい！ちょっと思わず声が出てしまいましたけど、コーヒーとか作れるやつですね。いいですね、椅子に置いとこう、ちょうど3つあったから。お皿とかも結構いっぱい、ちょっとバーって出します。ピー、あ、1個これ違うやつ出しちゃった。こんな感じでお皿系、このケーキとか包んでるやつとかね。待ちに待った食べ物、じゃん、コーヒー、コーヒーのなんかあれかな、そうだね。え、待って、デザートも3つ、マスカットも追加されてる。え、待って、クリームも、このなんかカップのやつも、え、めっちゃ嬉しい、え、嬉しい嬉しい嬉しいしか出てこない。やった、いっぱい食べ物が追加されてるぞ、やった。じゃあ次、次、あ、なんかちょっと壊れてるテーブルがありますね。次、この風船とかはないですね。植物はあります、こんな感じで2個ありますね。なんか木みたいなやつと植物。あ、これやっぱりお店だから防犯カメラはいりますね、こんな感じで。あ、これなんか持って盗んで入ってないか調べるやつね。あと、これお金のやつじゃん。で、これは変なもの、あ、あれか、あの歌が出てくるやつですね。次、これレジとこのなんかピッてやるやつと、これピッてやるやつ、買うときにピッ、あ、今ピッてなった、ほらピッて、
はい、次。小物を置いといて、段ボール行きます。おー、段ボールも結構ありますね。段ボールじゃないね、なんか。うん。段ボールではないですね。なんかこの紙袋だね。全部。ほら。あ、カゴもある。でも、一番多かったのは、今回、紙袋でね、箱の中では。はい、次、電気。おー、え、なんかさ、このさ、ショップではさ、このクマちゃんが人気なのかな。このクマちゃんいっぱい出てくるよね。よし。あー、トンちゃんが好きなこの壁に貼る、なんか絵みたいな。お、Wi-Fi マークあったよ、今。これ、Wi-Fi マーク。と、欲しい。まだまだある。この街灯もね、黒の。かっこいいですね。まだまだって言ったけど、これでしたね。これで終わり。はい、ということで、最後の小物です。でれれれれれれれん。おー、結構いっぱいありましたね。やばいやばい。急がなければ。こんな感じで、一旦バーって出します。この半額とかのね、やつとか、ニューとかもある。あ、これメガネ置くやつとか、このメニューとか、チリンチリンってなるやつとか。あ、クレジットカードこれ。あと、手紙。あれ？ここから違うかな？あ、ここら辺から違うね。結構いっぱいだったね。はい、次、最後、壁紙です。壁紙は、こんな感じのと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 、いっぱいある壁紙がやばい。あれ？もうここら辺で終わりかな。次、床が、こんな感じのと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 、ずっとこんな感じのとしか言ってない。あれ？違う。こんな感じのと、こんな感じのです。はい、ということで早速、この家具全部一回出したんですけども、今から。シャッパー作っていきたいと思います。じゃあ完成までゴー。はい、ということでこんな感じで、じゃじゃーん、こんな感じでできたんですけど、あと一個ご報告を忘れてました。じゃじゃん、キャラクターっていうか髪型とか服がちょっと変わりましたね。この男の子、お父さんはあんま変わってないけど、子供ちゃんとお母さんがお揃いの髪型。かわいいよね、これ。あとお母さんの服もかわいい。はい、じゃあ、回っていきましょう。トコトコトコ。ということで、ここはまず外です。ちょっと待って、赤ちゃんが全部持っちゃった。こんな感じで。今、外にいます。で、外には、この車？なんか車でブーンってなんか歩いてるお店屋さんありじゃん。そんな感じですね。で、ここにある通り、ここはあっちはショッピング、服屋さんとかです。で、こっちはカフェ。カフェから先に行きましょう。メニュー書いてますね、ここに。じゃじゃーん、すごくないですかこれ。こうやってね、こっからね、自動で。赤ちゃんは舐めない。けど飲んじゃう。うん。お父さんはこっち。で、お母さんこれ。おいしい！ってことで、次行きましょう。トコトコトコ。ここは、化粧品とかいろいろ売ってますね。ここには化粧品ですね。で、ここはお菓子とか、
猫ちゃんのフードとかがあります。でここにはレジとかピッピッピッってするやつ、例えばこのお菓子買ったとしたらこのお菓子をピッ、あれあなた、あ食べちゃった赤ちゃん、まあいいやとかですね。でここはお金が出てくる、めっちゃお金出てくる。これちょっとね直しとかないとね、やばいやばい、盗まれちゃうお金が。よいしょ、何個出したトンちゃん、えやばい、ガーン、最悪、消しちゃった。まあこれはまた後で直しときます。じゃあ次、カフェは終わったので次こちらシャッピングですね。服とか売ってります。でも服をねちょっとねかけるのを忘れてるんですけど、はい、こんな感じでなんか何パーセントオフとかニューとかもあるんで、でここ試着室、じゃじゃーんって出てくるの。あれ今ちょっとねじゃじゃーんって、はい。でここは鏡で決めポーズ、鏡でシャキーンシャキーンってかっくっかわいいでしょ、かっこいいでしょみたいな感じで OK です。はい、ということで今回はですねこんな感じでお店を作っていきました。あ待って、ちょっとねリアクションが1個増えてたのでこの動画でちょっと言いたいと思います。このリアクションが追加されてました。なんかチューってしてるね、かわいい。はい、ということで新しいエモートも追加されたということで、じゃあバイバイ、また見てね、バイバイ。